いずれ鉄鋼船ってのが来てくれるらしい。みんなそれまで耐え切るぞ。織田の本陣はわしが死守する。秀吉、前線を頼んだぞ。さて、私の策を披露しようか。準備はもうできているかい？こいつはどう？ここで負けりゃ官兵衛を助けるどころじゃなくなっちまう。必ず勝つぞ。鬱陶しい奴らだ。ここは引こうか、あるまい。体が重いや。でも今は秀吉のために頑張らないと。よし、このまま前線を押し上げておくか。織田勢は援軍を待っているのか。であれば今のうちに畳みかけるのが上策だ。広がる前に急ぎ消し止めよう。軍師、少し休んでは。ここは俺が。気は使わないで。僕のために君の手を煩わせたくない。気など使っていませんよ。あんたが倒れたら主が困るんです。毛利の攻勢に織田は余裕なしと見た。今のうちに本願寺勢へ兵糧を届けよう。哀れ。父上に指揮を託していただいたんだ。必ず勝利へ導かないと。橋を架けてくれ。攻勢を緩めず織田勢を圧倒するんだ。戦況は必ず好転する。お願い、みんな今は耐えて。光線が来りゃ劣勢を覆せるかもしれん。みんなもうちょい踏ん張ってくれ。織田の将、羽柴秀吉だった。蜂の巣だ。折れずに味方を励まして。気骨のあるやつだ。おお、毛利から兵糧が届いたか。ありがたい。これでまだ戦えるぞ。任されたよ。いい調子みたいだ。耐えきれん。聞かせてもらう。敵の攻勢がきつくなってきたぞ。攻勢はまだ来ねえのか。お見事にございますな。敵将、討ち取ったよ。かなう相手ではなかったか。意地は見せたわ。もうよかろう。なんとか火を消し止められたか。敵将、仕留めた。悔しいが、ここまでか。秀吉殿、一馬殿、お待たせいたした。任されたよ。者ども、撃て。毛利勢にありったけの弾をぶち込んでやれ。
敵方に妙な船が現れたぞ。こっちを狙ってやがる。とにかく逃げろ。あれが鉄鋼船の力か。おっしゃ、一気に巻き返してやれ。人暴れして敵の規制を削ぐぞ。次だ。八の下。ついている。一旦交代だ。体勢を立て直す。あの鉄張りの船をどうにかしないと。孫一殿、お願いします。さて、ようやく出番か。雇われた以上、報酬に見合う働きはしてやる。お回りしている余裕はねえな。船を呼んでこっちにつけさせろ。任された。あの動き、光線を狙ってるのか。どうにかされる前に止めねえと。敵将撃ち取ったよ。散らかすよ。ここは引こうか、アルマイ。見事、さらに精進せよ。よっ。
邪魔はしねえでもらおう。できれば毛利の力だけで勝ちたかったけど、現状これが上策ですよね、父上。敵の接近を許したか。これでは攻撃もままならんぞ。もう厄介なのか。俺の主は織田じゃない、秀吉様だ。次の下、次だ。金ヶ崎の引け目が尾を引いてやがるのか。織田が相手だとどうもまだ鈍っちゃう。敵は去ったな。攻撃を続けろ。これ以上被害が広がるとまずい。すべては勝利のため、私自ら打って出よう。開門。お待たせいたしました、高影お師様。さあ皆さん、本陣を攻めますよ。まずい、敵の増援だ。止めないと本陣が危ない。来たね、輝元。これで毛利の勝利がより揺るぎないものとなったようだ。ここで圧勝すればみんなを元気にできる。少し無理をしてでもやらないと。皆の衆、打って出よ。強撃をなし、毛利に勝利をもたらさん。開門。ほらよ、がいなくとも毛利は強いんだ。それを貴様に教えてやる。厳しい状況だな。蹴りをつけ、蜂の巣だ。敵将仕留めた。造作の命相手ではなかったか。カズージの働きちゃんと見てっからな。勢い
止められませんよ。任された。守れない。もっと力をつけねば。勝ったぞ。これで本願寺が屈してくれりゃ、官兵衛を助けに行けるかもしれん。